ういう神話という前はね、神話という名前は出さなかったの、あの宗教と勘違いされるから。でも私がやってるのは実はこの神話、本当の自分から本当の自分を認めることによってうつ病を治し、統合失調症を治し、がんを消し、本当の自分に目覚めることによって事業を繁栄し、本当の自分に目覚めることによって夫婦が仲良くなったり、いい人が現れるようになったり、万能薬なんだから、本当の自分に目覚めることがそうなのに、いつまでも隠してることはおかしいと。だから思いっきり思いっきり大胆にダイナミックに本当の自分真があって、これでこの本を100巻出しますから。だから本当にズバリそのものでいくということを決意したということ。はい、誤解され、誤解は誤解に過ぎないんだから、誤解を恐れること自体がおかしいんだ。誤解の間違いなんだから、間違ってる人に恐れるのは変な話だよ。まあそういうことだよ。